皆さんこんにちは、こんばんは今日は日曜日でね日曜日じゃない祭日違う振替休日今日は今日は振替休日かな建国記念日の振替休日なのかな今日は確かそうだと思うよねじっちゃんもさ日本に生まれてさ基本的に良かったと思う過ごしやすいよねまあじっちゃんもさ海外行ったりとかしたことあるけどやっぱり 日日日本本本ががいいいいよ。よ人だから日本がいいよね。まあ強いて言えばさ生まれ育ったさ田舎の方がじっちゃんには水が合うしねまあ、そういうことでねえ県外にもさ出たことあるんだけど結局ね鹿児島に帰ってきてさ鹿児島で生きてきたんだよまあそういうのはどうでもいいんだけどちょっとさ箱が出てきたんであれこれ箱なんだったっけと思ったらさビデオライトだったビデオライトビデオライトだよ。 PT30B Pro っていうやつだね。で、これいつ買ったかなと思ってね、Amazon のさ、履歴を見てみたら、えー、2017年のね、4月だったかな。4月にね、買ってた。で、なんでさ、そのままになってるかっていうとさ、これね、買って、送ってきてさ、テストしたら、全然照度が足りなかった。でね、これ3000ルーメン。3000ルーメンだからさ、相当明るくないとおかしいんだけど、 もうほんとねぼやっとしかさつかないんだよでメーカーの方へ連絡をしたら新しいのをね送ってもらったんだね新品交換 ししてもらいました。でそのままさもう使ってなかったんだよもうなんかねえ、ね、えと思ってそのままね置いてしまったっていうのがあるんだよね最初でやっぱり使おうと思ってさ買った時にさ使えないとどうしてもさあれだよねそのままになっちゃうのもじっちゃんはあるよねでえっ、ー、とねこうやつでこうやつ。 こういうやつだね12345678910123456789101234563四。24288球ぐらいあるの LED のねライト300ルーメンのやつだよで中に入ってるのがさん取れない取れないよきっちりはまってるね っっちりはまってるこういうさ自在クランプ的なやつこれを下につけるんだよねそれとハンドル手で持って照明を当てるときに使うやつだよねそれとトリセツまあトリセツって言ったってこのあたりのさ電源ボタンとかさコードっていうか光の度合いを変えるやつとかんこれ M ってなんだトリセツもね <laughs> 見ずにさじっちゃんやってるんででこれがここに来るわけだよね こうなるでこれをまあこのグリップハンドルにさつけてもいいしちょっとつけてみようかついでだからねこうやって光を当ててねビデオ撮影とかをするやつだよねそれかまあ、じっちゃんさビデオ一人で撮るんでねこういう三脚三脚にさつけて使うわけだよねこんな感じであつけてみようかな確かね 送り直してもらった時にテストはしたんで確か使えたと思うんだよねこれどこだあこうかここだね電源はここだねで電源スイッチどれだった電源スイッチを入れるついたねこうやって使うわけだこうやって使うんだけど うん、でえっ、ー、と明るさをねはだいぶ明るくなるんでねじっちゃんの方がじっちゃんの顔が映らないかなこれがこれが一番弱いやつかなこれが一番や弱いやつだねあ消えちゃった。 なん,ね、なんで消えちゃったねなんで消えちゃった電源電源触ってしまったこれが一番弱い光だよねまあね使い道はあるんだけどじっちゃんがさ使ってないだけでねただねこの部屋はさあの、照明はもうつけてるんだよ照明はあの、普通の家庭用のさ LED 天井なんかにつける正式正式な名称は何ていうのかなよいしょこれをこうやって前から当てればどうなんやろうね前からあっ 逆さまに逆さまローにして電源は何アンペア2アンペアえ2アンペアじゃ足りないのこれ足りないことないよねあコネクタがなんかあれかな合わないのかなこれを正面から当ててみようかねこんな風にねどうなんだろうね正面からね今一番ねローにしてさ正面から照明を焚いてるんだけどどうなんだろうねでさアマゾンで その購入履歴でね調べたんだけどもうこれはなかったねこれはなかったっていうか買った画面がなかったで調べたらさ同じタイプのがあったね l e d 2 8 8球3 0 0 0ルーメンっていうやつがさ5098円で売ってたこれねその AC 電源もついてるじっちゃん買った時はさ AC 電源もついてなかったんだよでね調べたらタマゾンタマゾン タマゾンタマゾンじゃないよアマゾンだよアマゾンのね数量限定セールっていうのがあるでしょタイムセールタイムセール プラス数量限定セールななのかなあれはその時にね、買ってるんでね。3,500円で買ってる。だから、あれかな。電源がさ、ついてなかったんで。電源まで買うと、まあ、似たようなもんなのかな。今のタイプがね、同じ3,000ルーメンの288球っていうやつがね、30W。5,098円で売ってたね。 Amazon でねでこれはさ外でも使えるんであのソニーのバッテリーの、ね、を使うとまあ使えるバッテリーの種類がちょっとあるんだけどそれ使うと屋外でも電源のないとこでもね使えるよね。 眩しいな眩しいなローンにしてるんだけど眩しいなちょっと消そう一番予約してたんだけど眩しいよじっちゃんおまけにねあれだよねメガネにも映り込むのかなよくわかんないけどねよくわかんないけどっていうことでねちょっと照明をねもう落としちゃったんだけどさまあでもどうかな使うかなじっちゃんまあ使うとしたらさじっちゃんのあの車中泊車用の車で使うかな あれにもね、LED の,あの棒状のさこんぐらいのこんぐらいかなの LED のライトつけてるんだよ撮影用にねでもちょっと暗いっていうかさ車の中でさビデオ撮るとあのー、みんな撮ったことあると思うんだけど窓ガラスの外がさ夜はいいんだけど昼昼間だよね昼間の外が明るいんで室内でさビデオ撮るとどうしてもこう逆光気味って。 にななるのかなあれはね逆光気味になって顔がね黒く黒くじゃないよ顔が黒くじゃないよ顔が暗く映るんだよだからライトをたくとねそれがなくなるんだろうと思うんだけどまあじっちゃんはあのカーテンを閉めてね撮ってるよねでないと顔がもうほぼほぼ暗く映るんでそういう撮り方をしてるんだけどさだからビデオね一つ撮るのもさやっぱり気使うしさ難しいよねやっぱりね。 だから明るいビデオカメラで撮ればどうなんだろうと思うんだけど明るいと外がやっぱり明るいから効果的には一緒なのかなと思ったりねするんだよねだからもうカーテンを閉めるとかさこういうそのビデオライトでね照らすとかねそれ以外しかないんじゃないかなと思うんだよね今のカメラは良くなってるからあれなのかなそういう逆光でもあるよねあのデジタルカメラなんか逆光でもさ顔を こうう明るるるくく映してくれるってれっいう機能があるんだよねそれかフラッシュ焚いたりとかさそういうのがあるんでまあ簡単なのはもうこういうビデオライトをね使う方法が便利なのかなと思います。あ今日はねじっちゃんその部屋撮りする時はさこのソニーの AXP35 っていうね ビデオカメラで撮ってるんだけどどうしてもねじっちゃんの喋り方さ語尾がさ小っちゃく声が小っちゃくなってるんだよ語尾がどうしてもね小っちゃくなってね聞き取れなくなるようなね時があるんだよね基本外で撮る時は DR10L 今ここにつけてるけどさこの DR10L で音は別撮りしてるんだよ風が吹いたりするとさどうしても風の音とか入るんで音と映像は別に撮って編集の時 にその音と映像を合体させるっていうやり方やってるんだけど部屋撮りをする時はさもう風もないしまあカメラも近いわけでもうすぐここだからねカメラも近いんでマイクもね内蔵マイクを使ってるまあソニーのこの、A、x p 3 5の内蔵マイクってそんなに悪くはないと思うんだよね。だけどやっぱりこう1メーター 1> 1ぐらい離れてるのかなどうしてもじっちゃんの喋り方っていうのはさプロじゃないから語尾が語尾のトーンがこう落ちてしまうでたまに「えなあ最後の方なんて言った?」っていうようなね時があるんで,で今日はそのためにさこの念のために「リアル 10L」でね音をね別撮りをしてますまあこれの場合はさもう地のすぐ下だからね大丈夫だろうと思うんだけどだから話し方のプロでもないしさ 喋ることはじっちゃん頭にこう浮かんできたことをずっと喋ってるんだけどまあそのためにね話がねあっち行ったりこっち行ったりそのとこ思いついたことをさ喋るんでる話がね一貫性がない時があるんだよね話がな飛びまくってねあちこち飛びまくってまた元に戻ったりとかさそういうのがあるんだけどそれでさ音声のことまでさ考えながら喋るっていうのはさやっぱりね違う動作をさ 同時に考えながらやるっていうのは難しいんだ年取ると特にねだから今日は念のためにねこのリ DR10L でさ音を別撮りしてみようと思ってねでこのビデオカメラにもさ 外部マイクはつけけられるわだだから外部マイクをさ手元に持ってきてさ撮るとかねでピンマイクをささしたってもうケーブルが邪魔くさいんだよ。DR10L だとここにつけてその本体をねポケットにポンと突っ込んでさ撮るだけなんでまあ楽っちゃ楽だよね。でビデオカメラとかさあのデジタルカメラで撮る時なんかのために外部マイクもじっちゃんねいくつか持ってる。 いくつか持ってるんだけど、ほとんどもう使わないね。このリアルテール使い出してからさ、もうまず使わなくなったね。あ、ここにある。これさ、この Axp35 につけるさ。 マイクだでこれはねソニーの純正のマイクなんだけどこれズームとかさガンとかあるんだよでもねこれで撮ってもさ外で撮るとさやっぱり風の音が入るんだよねだから一番いいのはもうこのリアル 10L これが一番いいよこれにね外で撮るときはさウィンドウジャマーこう被してね撮るんだけどまあこれが実っちゃい今使ってる中では最強だね最強にさあのー、いいよ で、リアル 10L の場合はさ、2種類録音してくれるんだよ。通常のその、設定している音量、設定している音量でね、録音してくれる。たまに間違ってさ、音量が高すぎたりして、音割れしたりとかする時があるわけだよ。念のためにね、それからね、な何でシベルかな、何でシベルかね、下の方のね、録音も同時にしてくれるんだよ。まあ、ありがたいよね、これはね。まあ、だから、一番使ってるというか、もう、これしか使ってない、じっちゃん。まあ、 持って回るのもさ便利なわけだちちっちゃいしねなかなかねマイクもさ外部マイクってなるとでかくなるよねピンマイクもさ持ってるんだけどもう一つねピンマイクも何本か持ってるんだよでどうしてもその音が気に食わない気に食わないっていうまあ本人の感覚なんだけどね音がどうしてもさ気に食わないんでまあ今使ってる中ではこの DR10L がね、一番気に入って使ってるよね。このソニーのマイクとね、ほとんど変わらないよね。あ そうだよね。ソニーのさ、このカメラもさ、内蔵マイクじゃなくて、これをつけて、ガンマイク設定にしてさ、撮るとだいぶ違うのかな。ちょっと今度ね、テストしてみようかね。まあ、話がまたね、さっきの話じゃないけどさ、どんどんずれていくよ。もう、頭にね。で、マイクさ、あ、ここにもあった。その、音声をね、録音するのにさ、じいちゃん、これを使ってたんだよ、お前。 これ、DR「DR05」DR だったかな DR しか書いてないけど確かね「JRDRJ」J、<laughs> な違う「JR」じゃないわ「JR」はあれだよ「電車」だよ「DR05」「DR05J」だったと思うこれはでこれもう使わなくなったんだよこれねでかいしねでかいこんなあるんだよこんなこんなあるんだよ で、これにさ、ウィンドジャマつけるとさ、お、お腹がぐるぐる言ったぞ。飯を食えっていうことかな。ウィンドジャマつけるともうこんな感じだよ。もうこれだとさ、もう邪魔くさいしね。で、これをさ、使わなくなった理由。あのね、干渉に弱い。干渉に弱い。外で撮るとさ、音自体はね、 そそんんんなななにに悪悪くくははいだよただねあの干渉に弱くてさいろんなとこに行くとこういろんな電波とか飛んでるわけだよ。その携帯電話のね中継基地があったりとか無線関係のさ、まあ、どこ行ってもだいって多いよね無線関係のさ施設があるっていうとこ多いんだよねどこ行っても結構あるんだよ。物によってはさこれそういうとこで使うとねノイズが入っちゃうんだよノイズが。 まあいろいろねやってみたんだけど結局なんかな最終的にさ自分で原因がさ分からなくてねいろいろテストしてみたんだけどでメーカーに問い合わせをしたら結局そういうことだったねそういう無線設備とかさそういういろんな施設があるんでそういうとこではノイズを拾う場合がありますだから常時拾うんじゃないんだよ常時拾ってるわけじゃないんだよねたまにね拾うんだよだから帰ってきてきさビデオカメラ なり一眼レフのカメラなりでさ映像を撮って音をこれで撮ってくる撮ってくるっていうかね撮ってきた時にさノイズが入ってて使い物にならないっていうのがね何回かあってねもう頭きてねもう使ってねそれがさ毎回じゃなくてたまーになんだよねたまーにそのノイズが入ってるで使えないんでもうこの DR10L はもう全然そういう。 一回もないしね非常に使いやすいということでね邪魔にもならないしね。 もうこればっっかり使ってるねだからこれが壊れたら大変だよなと思って予備のね DR10L また買っとくかなとかね思ったりしてねで高くもないんだよこの DR10L そんなにねいくらぐらい2万,2万ちょっとぐらいでしょ2万,2万ちょっとぐらいで買えるからさこれはおすすめだよこの DR10L はねこれはじっちゃんがさ今までいろんなもん買ってきたけどおすすめの一つだよね 自信持っておすすめできる商品の一つだねまあね自信持って勧められる商品ってねそうないじゃあいろんなもの買ってるけどさ何かしらねやっぱりあるよねこのマイクもいいよこのマイクもソニーのこのマイクもね結構あの風のないとこで使うにはいいこのマイクもただねマイクも高いんだよねまあそういうことでね ちちょっっっとまたた余談になっちゃったけどさビデオライト箱が出てきたから何の箱だったかなって思ったらビデオライトだったっていうね話からマイクの話までいっちゃったけどさまあ今日は日曜日なんでねもう昼だよ昼さっきお腹がグーってなったけど音が入ってるのかなもう昼だよだからじっちゃん昼ご飯ちょっとさ作って食べて天気もね良くないし寒いんだけどちょっとさ出かけてこようかなと思ってる。 もう家の中にね引きこもってたってさ何も楽しいこともないし部屋でさじっとしてたって楽しいことは起こんないよねでちょっと昼ご飯食べてさ ホームセンターにね、行ってこようかなと思って、こういろんなものがさ、こう定期的、ある程度不定期的なんだけどさ、そういうホームセンターとかさ、そういうとこにじっちゃん出かけるんだよ。で、新しいその商品だとか、新しい部材だとか、入ってないのか、ね、入ってるんだけどさ、入ってはいるんだけど、じっちゃんが気に入るようなね、なんかこう、作るときにさ、利用できるようなものはないかなとかさ、そういうのをさ、 こう見に行くんだ,よたまに、ね、だからそれでちょっとホームセンターにねじっちゃんしばらく行ってないんで行ってないって言ってもさそんな長く行ってないもう1ヶ月も行ってないとかそうじゃないんだけどね。だかからホーームセンターに行ってなんか 部材とかねそういうのをさ見てこようかなと思ってますということで今回は箱が出てきたので何かと思ったらビデオライトでしたというお話でございました以上ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようならあ、ビデオライトね気になる方はさまあ、実際いつも動画上ではさ言ってないんだけど下のね概要欄にさリンク貼っておきます気になる方は 見てみてください。気になる方はね。そういうことです。さあ、ご飯作って、なんか食べて、出かけ